はい、サイクルショップ店長の小島翔大です。久々にレコードの箱買いの開封をやっていくんですが、今日これです。重たっ。そんなに大きい箱じゃないので枚数は入ってないと思うんですけど、6000ほどで別のお店から購入しております。早速見ていきます。洋楽の LP かなと思いますが、早速1枚目は見えちゃいましたが、 BBA ですね、入ってました。帯付きはいいですね。帯付きとこういう、こういう系ですね。12インチのこれ良さげ。シェレルズっていうのかな、シェリーズ B52s 入ってましたね。12インチが多いかもしれないですね、これは。まあこれもそうですね。トリニロペス、リッコ系作ザカーズですね。ディーンマーティン、こういう系ね、デラックス系ね。これもそうですね。うん、こういうのばっかだ、デラックス系っていう感じですね。これはミューズでした。ミューズいいんじゃない。これもいいんじゃない。レッドガーランドトリオ ELP のタルカス入ってました。フサーナ帯付き、これはやばいかも。プライマルスクリームのイービルヒートが入ってました。これは僕が大好きなアルバムです。シーナイーストン、ウィスパーズ、スタン・キャンベル、なんか帯付きが多いですね。めっちゃいいかもしれない。レターメン、ライブインジャパン、こういう系が、まあ、こういう系も入ってますね。ミニロストとか、イザベルアンテナでいいのかな、イザベルアンティナ、こういう系ですね。なんていうの、全集みたいなやつだと、10インチも入ってますね。これはクラシックかな、ボレロって書いてます。ワグナーって書いてある、クラシック。こんな感じで10インチも入ってる。これ結構渋いんじゃないかな、どうだろう。あとはこういう12インチ系ですね。これも良さげ、ちょっとわかんないけど。ビーチビート、ボリューム2。これもなんか良さげですね。これはちょっと、ナンシシナトラだけど、ちょっと傷が目立つかな。これもいいんじゃない？ミレー・ジャクソン。じゃないかな。ミリー。これもコンピレーション系ですね、多分。パーシーフェイス、これも肉カー、ちょっとわかんない、肉カーシューでいいかな。ヒューイ・ルイスも入ってました。マットレス入ってた、マットレス。お、結構いいの入ってるかもしれないですね。これもスーパーセッション、グレートホワイト、これもいい気がする。マンハッタンズ、これも帯付けてますね。あら、これは大変かも。シドバレット入ってた。マジで、ね、シドバレット入ってましたね。これは大変かもしれない。はい、マイケルシェンカー3枚目。キャプテンネモが入ってるやつだ。めっちゃいいんじゃない？結構渋いやつも入ってますが。でも結構いいと思う。はい、これも帯付きですね。マリリン・マックとウィリー・デイビス・ジュニアということで、これ最後です。これ大丈夫かな、中身入ってないとかないよね。多分まあ再発版だとは思いますが、あれ、これでも
いいかも。EU 版で重たいな。重量版だと思いますね。あ、2014年の再発版だ。これかなりいいんじゃないかな。シドバレット入ってました。というわけで、この箱は終わりでございます。他にもあるんで見ていくんですけど、渋いのも結構ありましたが、何枚かいいのがあったので、いい買い物だったんじゃないかなと思います。本日の動画は以上になります。